新城版交通北営業所新城版交通北営業所は福島県双葉郡並江町高瀬あざ堀内にある新城版交通の営業所である。主に双葉郡内南相馬市原町区の路線を担当し、配下には富岡車庫、原町車庫がある。なお、高速バス岩木号の南相馬発着便も東営業所が担当している。1 9八十年代に 富岡営業所、浪江営業所、原町営業所を統合して誕生した。しかし、東営業所及び車庫は2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震、及びこれにより発生した福島第一原子力発電所事故の警戒区域に含まれているため閉鎖され、担当路線もべて運休となった。これにより、原町車庫所属の車両は岩城中央営業所に転積。 ナンバープレートはそのままで使用されている。2017年4月1日、富岡町の避難指示が一部解除されたことに伴い、新しく、岩木駅富岡駅線、富岡町内循環が開設され、2018年4月には、富岡駅川内線、2021年4月には、富岡駅 FH2R 線の運行が開始されたが、 それ以外の愛想地区の全路線は2021年4月1日時点でも運休中である。一部は岩き中央営業所が担当している。元は福島交通が運行していたものだったが2006年4月に移管された。運賃は全区間200円均一。全路線双葉町民バスとして運行されていた。ありがとうございます。